皆さんこんにちは。それでは京都大学2023年文系第4問の解説を始めます。問題文は次の通りです。数列 AN は次の条件を満たしている。 A1 イコール3、 AN イコール N 分の SN プラス N-1 かける2の N 乗 N イコール234…。この時数列 AN の一般項を求めよ。はい、ということで京都大学のね、全化式を解く問題です。第4問、第5問はですね、積分方程式の問題です。まあなんかですね、最近京都大学の趣が変わってきたかな。短い文章なのはそうなんだけれども、まあ一回理系で無限級数をボンと出してきた時がありますよね、みたいな感じで、まあ短い問題文だけど見方を変えれば、まあただの計算問題みたいな問題がちょっとここ数年増えてきてんのかなというような印象を受けるんですけど、まあ、まさに今回の問題と第5問ね、文系に限ってみれば、まあ、他の問題もそんな難しくないんですけどね、この第4問第5問はなんかその傾向が強いんかなというような気がしていますけれども、まあとはいえ、まあちょっと大変かもしれません、この全化式。解き方は大きく2つあるんですけど、この方は比較的優しい。二つ目の方は結構、注意が必要。ね、道が長いということで、まあどちらも紹介していきたいなというふうに思うんですけど、まあこの問題で、まあ何を使うかって言われたら、これね、AN と SN の関係ですよね。それをもう使うというのは言うまでもないわけです。つまり、AN というのは、まあ基本的には SN-SN-1 なわけですね。N 番目の和から N-1 番目の和を引いたもの。まあそれはただし N が2以上の場合です。N が1の時は S1-1、S0 は意味を持たないことになっています。これは N が2以上の場合で、N が1の場合というのは、あ、ごめんなさい。A1 というのは S1 そのものだよと。ね。いうことになりますので、この関係式が成り立つわけです。AN と SN の間にはこの関係式が成り立って、これをまあ用いるというのは言うまでもないわけです。で、問題となってくるのは、この AN と SN が入っているので、じゃあ、AN を消去するべきなのか、それとも SN を消去するべきなのか、AN と SN、どっちに統一して解きますか、いうような話が問題になってくる。AN を消去して SN の式にするんだったら、N が2以上の場合には、これをここにこのまま代入すれば OK です。SN の方を消去したいんだったら、この SN-SN-1 っていう形を作るために、まあ SN、この N の式と、あるいは1個ずらした N たす1、もしくは N-1 の式を用意してあげて、辺々引くということになります。で、どちらが優しいかというと、実は、前者の方が比較的簡単に進みます。ということですので、まずはちょっと前者の方法でね、やろうかな。まあ僕なんかはやっぱり AN の全化式ボーンとね、直接出てきた方が AN が最後のね、答え求めやすいんかなというような気がして、SN を消去する形でやってしまったんですけど、まあそっちはそっちでちょっと大変です。じゃあ、ということで、SN を活かす方法でいきましょうか。先ほども言った通り、N が2以上の場合は、AN は SN-SN-1 ですので、解法の1個目です。N が2以上の時というのは、SN-SN-1 イコール、書いとこうか。AN イコール SN-SN-1。より、SN-SN-1 イコール、N 分の SN プラス、N-1 の2の N 乗ということになります。あ、そもそもここに N が2、3って条件ついてますけど、まあ、この式自体は別に N が1でも成り立ちます。A1、左辺は3です。右辺は1分の S1、3たす0ですから、まあ、成り立つんですけど、まあ、なぜか N イコール2、点々となっています。はい。まあ、それはさておき。で、この式が出てきて、まあ、分母があるのはややこしいので、分母払いましょうか。NSN-NSN-1 イコール SN プラス NN-1、2の N 乗と。いうことになります。で、これでもう SN と SN-1 の関係式が分かっているので、こいつを処理すればいいんですけど、これできますかっていう話ですね。SN をまとめます。N-1 倍の SN 引くことの N 倍の SN-1 イコール NN-1。
2の n 乗ということでございまして、さあいかがでしょうか。 sn の前が n だったら、 n-1 の前がカッコ n-1 だったら、つまりこうですね、 nsn-n-1sn-1 だったら、これをそのまま塊でさらに tn とか置いて tn-tn-1 にできたのにな、なんて思うわけですけれどもね。あと一歩です、あと一歩ですね。n-1 と n がペアになってる、 n と n-1 がペアになってる、んどうしようって言った時に、両辺ですね、 n カッコ n-1 で割れば、実は同じように tn で、置くことができるようになります。ここがちょっと発想がいるというか、慣れが必要な部分ですかね。両辺 n カッコ n-1 で割って、n 分の sn-n-1 分の sn-1 イコール2の n 乗と。まあなんかかなりシンプルになりました。あ、ただし今 n が2以上なので、n カッコ n-1 が0でないことは注意しておきましょう。はい。ということで、これで、これがだから n が2以上に対して今成り立っていますよと。いうような話でございますので、n と n-1 っていうの関係が煩わしかったら n1 個ずらしてあげてください。 n たす1 sn たす1引く n 分の sn が、n を n たす1で置き換えるわけですね。 n を n たす1で置き換えるとこれが成り立ちます。で、これがどの範囲で成り立つかというと、n 引く1が1以上、つまりここの n は下の n が1以上の範囲ですね。こうなり立ちますよ、ということがわかるわけですね。はい。ということで、この式が n が1以上に対して成り立っているので、あとはこれ塊だと思って tn たす1引く tn だと思ってください。そしたらもうこれはただ単に、階差数列型になっています。tn たす1引く tn がこれだということなので、はい。ここで階差数列型ですから、再び n が2以上に対しては、sn 分 over n ですね。というのは、初項1分の s1 足すことの k が1から n-1 までの、なんだこれ、2の、k プラス1と、まあこういう風になるわけですよ。ね。n が2以上に対してはこう求まりますよってんだけど、1分の s1 というのは a1 ですから3。足すことの、これ2のべき乗の等比数列の和でございまして、公比は2、2引く1分の、初項は2の2乗、2の2乗、項数は、n 引く1個、2の n 引く1乗引く1と、いうことになりますので、これをざーっと簡単に計算すると、2の n 足す1乗、引く1で合ってますか？いうことになります。これが n 分の sn ですので、はい、上に行きまして、sn というのは、n カッコ2の n 足す1引く1ということになります。これは今ただし n が2以上の場合に対して導き出した式ですよって話なんですが、n が1にすると、右辺は 1×4 引く1、3になります。S1、A1、3、一致しますので、A1 イコール S1 イコール3より、これは N が1以上に対して成り立つ式です。なので、一般の SN が今求まったということになります。はい、あと AN 求めたいわけです。A1 は3だと分かっています。n が2以上に対して a の求めたかったら、この上の式を活用してあげてください。n が2以上に対して、an というのは sn-sn-1 ですね。いうことで、n カッコ2倍の n たす1引く1引くことの n 引く1、2の n 乗引く1で合ってますか？ちょっと複雑ですが計算できますか？n かける2の n 足す1引く n 引く n 引く12の n 乗足す n 引く1ですか。で、
ここら辺整理できますかね。n×2 の n たす1乗引く n×2 の n 乗があるので、そこは、n の2分に、n×2 の n 乗になっちゃいます。今わかります？ここと、ここですね。こう計算しちゃうと、実はこうなっちゃいまして、でそこでプラスの2の n 乗が余り、そして、ここがキャンセルした後の引く1ということになります。はい、ということで、まあ、こいつが答えだということになるわけです。改めて、この式もやっぱり n が2以上に対して、やった式なんですけど、これは n が1の時も成立するので、代入してみたら確かにね、3になりますから。したがって全ての an に対してこれが答えだということになります。はい、ということで、まず1個目の解法でした。SN に対して統一してやるやり方です。N が2以上の場合とか、1以上の場合とか、細かいんですけど、そういうことってすごい大事なので、きちんといちいち確認しながらやってください。まずはこれ、AN イコール SN 引く SN 引く1って、この公式を使うってなると、N が2以上って、それは必要ですね。ということで、n が2以上の場合に対して、だーっと議論して、こういう風な前科式を得ましたよというのが第一ステップだったわけですね。n が2以上に対して。ね。でも、n が2以上って言ってるから、n が1の場合足りてないんじゃないのって思うかもしれないんですけど、この n が2以上って、要は、これ、n-1 スタートの、n が2以上なので、実はこれ式は確かに n が2以上の場合にしか得られてないけど、我々がよく馴染みのある n と n たす1の前科式に置き換えると、実は n が1以上の、まあ要はスタートからすべて表している式になっているんですね。なので、ここの n が2以上っていうのは、それほど大した問題ではなかった。うん。ですが、これが再び解差数列の前科式になっているので、ここでもやっぱり解差数列の一般項 tn を求めるってなったら、n が2以上というのを仮定しておいて、sn を求めて、n が1に対しても成り立つということを確認しなくちゃいけないわけなんですね。はい。ということで、この sn を求めるというのは、解差数列の求め方、一般項の利用した、解差数列を利用した一般項の求め方なので、2以上に対してやって1確認ということですね。なんで、これ、こういうところ気をつけてくださいということです。そして最後、再び AN 求めるのに、AN 求めるのに、やっぱりまた、この AN イコール SN 引く、SN 引く1を使っているので、やっぱりここも N が2以上に対して AN を求めて、そして、n が1の時も成り立つことを確認しないといけない、いうようなことで、こういうところ多分京都大学めちゃくちゃ細かく見てると思いますので、前科式の、最初の与えられた前科式もね、問題文でよく見たら11書いてあるんですよ。n イコール123。n が何の値の場合に適用できる前科式なのかっていうのは問題にきちんと書いてあるんですね。で、実はその n が123とか、そこの部分が大事なんですよ。ね、この問題解けばよくわかると思うんですけど、スタートに対して適用できるかできないか、ね、そこは例外として考えなきゃいけないのか、というのは細かい話だけど重要なので、そういうところをきちんと毎回記述するように心がけてほしいかなというふうに思います。はい、ということで、続いて SN を消去する方法ということで、まあ SN-1 用意しても SN たす1用意してもいいんですけど、やっぱ N-1 はあんまり馴染みがないので、SN たす1を用意していきましょうか。まあそのためにまずこれ分母払いましょう。ということで、NAN イコール SN たす N-1.2N ですね。はい。これがまず、あ、ここに N かけないといけない。SN たす、N カッコ N-1 かける2の N 乗というのがまず N が、n の場合の式ですけれども、ここに n プラス1の式を用意します。n プラス1で置き換えます。はい、今 n プラス1で置き換えた式を書きましたよ。ということで、こいつを辺辺引き算します。で、先ほども言った通り、まあ実はこの式は n が1でも成立するので、n1 でも OK なの式なので、
そのことをまああらかじめ書いといた上で、じゃあ今これ辺辺引き算してる操作はっていうと、n が1以上に対してもうやっちゃっていいわけですね。はい。n が1以上に対して n と n たす1の式を用意してあげて辺辺引き算するということをやっています。そうすると n たす1倍の an プラス1引く n 倍の an というのが左辺です。右辺の方は sn たす1引く sn が出てきます。ここで n たす1が出てきますね。で、後ろの方ですけれども、これはどうなるでしょうか。どれぐらい細かく計算するべきなんでしょうね。ちょっと待ってくださいね。難しいな、これ。はい。まず、n 次乗が出てくるか。n 次乗は、上は2の n たす1乗引く2の n 乗だから、n 次乗かける2の n 乗ってのが多分出てきますよね。で、上に、n かける2の n たす1乗とかいうのが出てきて、下から n かける2の n 乗とか出てくるので、まあ、こんな感じになるのかな。ということは、まあ、はい、an たす1をまず移項させると、n かっこ an たす1引く an イコール、後ろの方なんですが、ここの部分が、3かける2の n 乗なので、イコール、n 次乗足す 3n 倍の2の n 乗というので合ってますかね。出てきます。はい。ほんで両辺 n で割ります。 n が0でないので割ると an 足す1引く an は n 足す3倍の2の n 乗ということが出てきますよと。で、これはもう n がだから1以上に対して使っていいんですね。はい。そうしたら、これはもう回差数列型になっているので、やっぱりここね、n が2以上に対して、回差数列の一般項、an イコール a1 たす k が1から n 引く1までの、k プラス3、2の k 乗という、いつものやつを持ってくれば良いことになるんですが、ここ大丈夫ですか？ここ。ここ、k たす3、これ、等差数列。2の形状、等比数列。ということで、等差数列×等比数列の、和です。こいつを計算してあげるという問題に変わりました。はい、ということで、どうしましょう。t の n 乗を k が1から n までの k プラス3かける2の k 乗という風に置くと、はい、これをちょっと計算しますよ。どうなるかというと、tn をまずちょっとシグマを外した形で書きますと、tn は初項が、なんだこれ、4かける2の1乗足す、5×2 の2乗足す、てんてんてんですね。n まで行きます。n 足す 3×2 の n 乗まで行きまして、t の n 足す1乗じゃないな。こういうのはどうするかというと、2倍します。はい。2倍しますと、こっちにずれてきます。n 足す2の2の n 乗足す、n 足す3の2の n 足す1乗というのが出てきて、引き算すると tn は、マイナス8がまずここに出てきます。引くことのまとめます。2の2乗、2の3乗とかいうのがずっと出てきて、2の n 乗まで出てきますかね、ここね。2の n 乗まで出てきますね。はい、足すことの n 足す3の、2の n 足す1乗と、いうことになります。はい、で、これを計算するんだけれども、ここの部分がどうなるかっていうと、まあ、マイナス8と合わせてパッと見もうマイナス5引く2の n 足す1乗引く1って僕は目に見えるんですが、合ってますかね。このマイナス8って今計算しちゃったけどね、マイナス8ってのはマイナス5引く3です。で、引く3というのを、まあ、引く1足す2って捉えれば、ここの部分がね、ね、こうなりますんで。で、1から2の n 乗までの和って、これはもうよくわかってるかな。2の n 足す1乗引く1ですので。
そこと組み合わせて今こういう風なね、計算をしたんですけど、まあまあまあ何でもいいです。はい。もうとにかく普通に間違えないで計算してください。はい。ということで。従いまして、どうなるかというと、ここに引く2の n たす1乗ありますので、n たす2倍の2の n たす1乗引く4というのが出てきます。大変だ。ということで、今は実は本当に求めたいのは t の n-1 乗ですので、ここに n-1 を代入しますと、n プラス1かける2の n 乗引く4というのが出てきます。はい、ということで、あとはここに代入してあげてください。話を元に戻すと、n が2以上に対して、もう一回一応書いておくよ。n が2以上に対して、あの公式を使っているわけです。an というのは、3プラス n プラス1かける2の n 乗引く4で、n プラス1かけ2の n 乗引く1ですよということで、n が2以上に対してこれだけれども、これは n が1の時も成り立つよということで、上をそのまま全ての n に対してということで答えようにして良いですよというような話なわけです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。これが n が1の時に使えないことに気づいてなかったら、これもやっぱりだってこう問題も n が2からってなってるからね。このことに言及しなかったら、ここの最初の段階も n が2以上に対してってやってかないといけないんですよ。でも実は n が1の時は OK だから n が1の時も使えても全ての場合にこれ扁平引き算して良い。なんかそういう細かいところがね、いちいちね、大変でございますけれどもね。常に気にしてほしいところです。はい。ということで、まあ、やっぱり階差数列型になりました。階差数列型になりましたので、n が2以上に対して使って、後でちゃんとチェックするよ、というのが階差数列を利用して一般項の求め方ではもう定番ですので、必ず忘れないということ。で、こっちのやり方でちょっと大変だったのが、この、等差かける等比型が出てきたということですね。こちら大丈夫ですか？tn をだーっと書いて、これで、等比、数列の公比ですよね。2倍したものも上にバーっと書いて、扁平引き算すると、比較的綺麗に求まるよっていうよくあるやつですけれどもね。ここも解き方を確認しておいてください。まあ、ということで、冒頭に計算問題というふうに言ったんですけど、まあ、普通の計算問題ではないです。いろいろ細かいところに気を使う。ね。まあそこがなんとも京都大学らしいのかな、ということでね。ぜひ、きちんと記述を書く練習だと思ってこの問題解いてほしいと思います。はい。今回の解説は以上です。今度が良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。